詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の娘は、今日ですね、入園式があって、いやー本当にいよいよ保育園に入るのかと、まあ奥さんと僕とでちゃんと清掃してですね、送り出したというか、会を終えたという感じですね。なんか本当に親になってみると、もうこの入園式の他の子供たちのなんか歌ったりしてるのも本当に可愛らしいし、周りの親御さんたちのなんか、子供が泣いていてもですね、その大変さもよくわかるから、なんか微笑ましいなとか、まあうちの娘は大丈夫だろうかとは思うんですけれども、まあでもどちらかというと、これからどういう風に成長していくのかなとか、本当に楽しみな感じでしたね。奥さんとしてはもう一番大きなイベントをこなしたという感じで、今日はもうぐったりしているんですけれども、ではまあ雑談はこれぐらいにしておいて、今日の本題に移りたいと思います。これはですね、まあ昨日、YouTube 詩吟教室のメンバーの方には先行でご連絡したんですけれども、もうようやくですね、ようやく、私の詩吟の教科書、この Kindle の電子書籍を無事出版しました。もうパチ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 ですよ。詩吟の、その電子書籍のタイトルはですね、詩吟の教科書初心者編。もうものすごくシンプルな作りにしました。もう表紙はですね、この緑色のちょっと和風な、本当になんか少し昔の教科書みたいな感じにしております。まあ実際の本としてはまだ買えるような状態にはしていないんですけど、ゆくゆくはできたらなと思っております。で、これはですね、僕の奥さんがデザインしてくれたんですよ。センスいいと思うんですけど、なかなか本には何かしら常に自信がないって言ってるんですけど、いや、僕は本当にもう大満足の出来です。いかがでしょうか。本当にこの詩吟の教科書、本当にですね、もうこれは、去年の9月ぐらいに出版しようかとずーっと言っていて、子供が生まれて、なかなか本当に筆が進まなくてですね、それでようやくですよ、半年遅れて、ようやく出版することができました。本当に、もう僕にとってはものすごくこれは本当に大変でした。過去に2冊ぐらい僕電子書籍出してるんですけど、腹式呼吸の本とかですね、転職経験の本とか出したんですけど、いやもうそれの本当に5倍10倍ぐらい、大変だったなと思っております。でこの本はですね、まあどういうものかというと、もうまさしくこの YouTube、僕のこの YouTube 詩吟チャンネルを見てくださっている方のためにもう特化してですね、書いたということです。具体的にはですね、詩吟を始めたばかりですね。詩吟を始めたばかりから、まあ、それから吟歴が5年、10年ぐらい、までの、まあ、浅いって言ったらちょっと何なんですけど、まあ、比較的まだ若い、吟歴が若いような方に向けて、僕が、まあ、この吟歴25年のこの経験から学んできたこと、もっと早めに知っておけばよかったな、ということをギュギュッと整理して、並べております。なので、まあ、この YouTube の内容も、すごく被っているところがあります。ただですね、本当に文章にしていますし、すごく綺麗に章立てして整えておりますので、まあ今までの YouTube をですね、あまり僕綺麗に並べていないんで、やっぱりこの本を読んでいただいた方が、ものすごくわかりやすいのかなと思っております。どんな内容か本当に章立てして簡単に説明すると、第1章から第6章まであるんですけど、第1章はもう一番最初に知っておいてほしいこと、これを知らないと本当に大きな遠回りをするよという内容を話しています。で第2章でですね、詩吟の骨組みについて、これを鍛えるためにはどうしたらいいのかというのをもうたっぷりなボリュームで書いております。骨組みというのは、発声、発音、アクセント、音程ですね、これらを鍛えるためにどうしたら良いのかということを、語っております。で、あと第3章ではまあ肉付けですね、肉付け、これの鍛え方を話しております。具体的には間合いと緩急と強弱の付け方、あとは指情の込め方について、話しております。で第4章では、ここからはですちょっと
勝手が変わって、僕が実際にやってきた詩吟の練習方法を、まあ、話しています。で、第5章では結構実践的な内容で、人前でとか大会でうまく吟じられない方に、僕からのアドバイスを結構、4つぐらいですね、丁寧に話しております。で、最後第6章では、僕が考える吟道って一体何なんだろうですね、僕は別に全てを知っているわけではさらさらないんですけれども、詩吟を続けてきて、吟道というものは、自分なりに考えるとこういうことなのかもしれないというそういう考えを、話しております。基本的にですね、まあ、やはり僕のこの体験談、まあ、この YouTube の内容をまとめたような形になっています。僕はものすごく、全てのことを事細かに知っていて、まるで、なんか、本当に堅苦しい教科書のように、作れる人物ではさらさらないんでですね、僕がこれまで配信してきた内容を、文章として、読みやすく分かりやすく、書いた内容になっております。なのでサンプルとか見ていただくとすごく分かりやすいんですけど、まあ横書きでですね、本当に改行もたくさんしていて、結構サクサク読めるような感じにしております。とはいえ3万文字ありますんで、それなりのボリュームにはなっているんじゃないかなと、考えております。ということなんですよ。本当に書くの大変だった。YouTube のまとめるだけでしょとか思ってたんですけども、そんなどころじゃないですね。やっぱ文章にするというのは大変で、それほどに、ただ僕も、結構満足のいく、やりきったなという感じがあります。あとは初心者編って書いてるんですね。今後はなんか入門編とか、上級編とか、そういうのもまあ、展開していけたらなという希望も込めております。でですよ。それでですよ。この本、まあ電子書籍でしか今見ることができないんで、パソコン画面とかあとスマホで、見ることができます。Kindle ですね、Kindle アプリを入れていただければまあ見れると読めるということなんですけれども、値段はですね、1250円に設定させていただきました。まあこれいろいろ理由はなあったりとかですね、まあそういういろんな裏話は YouTube 詩吟教室の方で話はいるんですけれども、まあ値段は1250円、ちょっと電子書籍の中では高めにしております。まあそれほどに僕の詩吟人生をギューッと詰め込んだんですね、あまり安売りしたくないなという気持ちはなくはなかったんですけど、ただですよ。今日一番、ここ言っとかないといけないことは、ですね、なんとですよ、この今週の日曜日、4月9日の、午後5時、17時ですね、17時までの間、なんと無料で購入できるという大盤振る舞いをします。そうですね、せっかくなんで、僕のこの YouTube チャンネルを、知ってくださっている方にですね、まあ、もっと詩吟を勉強していただければ、まあ嬉しいなと、思っておりまして、まあ本当に期間限定ですね、こういうキャンペーン何度も打てるわけでも僕もさらさらないんで、本当に、この見ていただいている時からもうすでに、キャンペーンは始まっておりまして、で、今週の日曜日、4月9日の、日曜日午後、5時までの間であれば、このリンク先、概要欄にリンク貼ってあるんですけれども、そちらからもう Amazon のページに行って、0円で購入みたいな、ボタンがあるんで、もうそれを押せばですね、見事にお金が一切かからずに、もう購入できるんですね。読み放題みたいな感じとはまた違って、本当 Amazon のアカウントさえあればできます。 Kindle Unlimited とかまあ関係なしに、どなたでも、0円で購入できますんで、ぜひですね、これを機に、たくさん手に取っていただきたいなと思っております。で、あとはですね、まあその代わりといっては何なんですけれども、僕としてはですね、本当に読み終わったらでいいので、星5つまであるんで、まあ星がいくつなのか、4つなのか、5つなのか、6つなのか知らないですけど、素直な星の数と、あとレビュー感想ですね、そこも最後まで読み進めたら感想を書く、ページに勝手に、出てきますんで、そこで少しでもいいので、感想を書いていただけると本当にありがたいです。この感想はですね、1つあるかないかだけでも
Kindle で検索、Amazon で検索したときに、結構表示、上位に表示されやすくなるんですね。なので、詩吟で悩んでいる人が検索したら、パッと僕の本がすぐ、出やすくなるんですよ。これ本当に一人あるかないかだけでも、ものすごく効果があるんでですね。ぜひ無料で、買っていただいて全く問題ないので、その代わりにと言ってはなんなんですけれども、あわよくば、願わくば、感想を、素直に読んだ形でですね、書いていただければ、素直な気持ちで、ここが分かりやすかった、ここが分かりにくかった、今後もっとこういう風なところを書いてくれたら嬉しいとかですね、そういうのは次の本で僕も反映させたいとも思いますし、本当に、それがあるとですね、僕としては今後ももっと活動を続けやすいと思いますし、自分の活動がもっと、詩吟で悩んでいる人に、伝わるのかなと、思っております。だから本当に唯一のお願いはそこなんですけれども、どうかどうかよろしくお願いします。改めて言いますが、4月9日日曜日の17時までであれば、本当に無料で、購入できますので、本当にこの機会を逃さずに、楽しく読んでいただければと思います。本当に出せてよかった。それでもう昨日とか一昨日とかって結構体力がですね、消耗しきっていたんで、だいぶヘロヘロの吟をやってたんですよ。YouTube 新教室の方ではですね、だいぶ弱音を吐きまくっていました。勘弁してください。今日はちょっと無理です。ごめんなさいみたいな感じでやってたんですけど。今日はちょっと結構気分は、回復してきたんでですね、後半一つ吟じていきたいと思います。なんか早速なんですけど、今日長い詩をですね、吟じようと思ってるんです。李白作、月下独酌ですね。これ長詩ですね。長い詩文なんですよ。普通の詩吟の3倍強あるんですけれど。今日はちょうど満月でお月様が綺麗なんですよ。だからこれはいいかなと思って選ばさせていただきました。まず詩文を読んでいきます。月下独酌、李白。花冠一個の酒。一人組んで愛親しむなし。杯をあげて明月を迎え、影に対して三人となる。月すでに陰を介せず、影いたずらに我が身に従おう。しばらく月と影とを伴い、行楽すべからく春に及ぶべし。我歌えば月徘徊し、我舞えば月影繚乱す。寒る時は共に交換し、良い手の血はおのおの分散す。長く無常の遊びを結びて、漠たる雲間に愛キス。内容を読んでいきます。月の明るい春の夜、まさに今ですね、花の中で一壺の酒を傾けて、語り合うべき親しい人もいないままに、ちびりちびりと一人でお酒を飲んでいた。そこで高く杯をあげて、明月を迎え、これで月と我と我が影とのこの三人となった。だがこの月は元来酒を飲むことを知らない。影もただ我が身に付き従うばかりである。仕方がないので、この月と影とを伴って、しばらくはこの春の夜を楽しむことにした。自分が杯を傾けつつ歌えば、月は自分の歌に昇華するかのように天空にさまよい。自分が舞えば、影も同じように地上に乱れ舞う。誠に愉快である。こうして冷めている時は、歌ったり、まったりしながら、三人は一緒になって喜び楽しんでいるが、酔うて眠ってしまえば、それぞれ別々になってしまう。いつまでも月との世俗を離れた、清らかな交わりを結んで、睡夢の中で、遥かに遠い天の川に向かって再会を期したいものである。これ一人でお酒を飲んでるだけなんですけど、こんなに素晴らしい表現の仕方ありますかということなんですけど、僕もですね、楽しみながらこちら吟じていきたいと思います。月下独酌、李白。花冠親しむ
しい杯を上げて、明月を迎え、影に対して三人となる月にすでに愛せず影いたずらに我が身に舌を月と影と伴い降落すべからく春に及ぶべし我歌えば徘徊し我歌えば影了然す寒る時は共に交換しよいて後はキス。
範囲ですね。そして2箇所派手に間違えましたね。月すでにを月にすでにとかって言っちゃったところと、我前歯、ここちょっと銀回りを楽しみすぎたんでですね、失敗しましたね、完全に。ちょっと、もう一回やり直す体力はなかったんで、こんな感じにしたいと思いますが、もっともっと、なんかもう酔いどれ感を出してもいいんじゃないかなと思ったんですけど、いやー本当にいや、これは銀じていた本当に楽しいですよ。本当にリハクっていうのは姿勢でしたっけですね。本当に、これはなんか、素晴らしいなっていうのはなんかわかります。ただ、月に向かってお酒飲んでるだけでここまでの詩を書けるかというのは絶対無理ですね。いや、今日はちょっと、ようやく気分が少し上向いて、来たんで、こんな感じでノリノリに吟じさせていただきました。ちょっと間違ったところは申し訳ないです。改めて言いますけれども、4月、9日、日曜日の17時までで無料で購入できますんで、どうか、感想レビューをですね、いただければとっても嬉しいです。そんな感じかな。ではでは、詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、今日は以上です。どうもありがとうございました。バイバイ。